はい、皆さんはこんばんねちは、そしていらっしゃいます、やつどくいけです。それでは戦場のバルキュリア4やっていこう。でもこの潜入補給作戦を実行します。クロード、作戦を確認するぞ。ウェイ、何ですか。レジスタンスからの情報によると、ドイツ倉庫に我々の目的の物資が収められているようだ。まさに俺たちのための倉庫。ただ残念だが、倉庫の位置までは不明だ。場所は我々で探す必要がある。当然だが、倉庫の周辺は帝国兵が警備してやがる。サーチライトで光に触れてしまうと全ての敵に発見され、さらに増援の兵士が呼ばれてしまう。また D2 倉庫を発見するまでは迂闊に輸送車を動かすことができん。できました。輸送車が敵に発見されてしまえば侵入がバレて撤退するしかなくなってしまうだろう。以上、輸送車に近づいてくる敵兵は確実に以上だ。20弾級はそんなになんねえと思うけどね。はーい、じゃあ設置しておきます。準備完了。よし、これでいいや。まあ全員出しちゃったけど、そんなにいるのかな。潜入作戦だ。はい、お互い敵の監視網には十分に注意しよう。そうですね。目標の倉庫を探しながら進もう。この曲だね。敵兵に見つからないよう注意してくれ。みんな注意してくれ。よし、どうしよっか。敵の兵站倉庫に潜入か。身を潜めて動くってのはどうも性に合わねえな。忍び、ラーズ、おかしな行動を取らないでよ。少しの気の緩みが命取りなんだからね、カイ。ああ、カイ、どうしたんだ。私は あちら側の警戒に当たる。後で合流しよう。おい、どういうことだ。待てよカイ。行っちゃった。裏切り者め。カイのことだ。何か考えがあるんだろう。んなもん射殺もんですよ。何よ、あの子の考えって。わからないけど、あのカイが考えもなしに動くはずないだろう。命令違反だろ、普通に。それはまあそうかもだけど。あっと指摘しなさいよ、クロード。彼女は狙撃兵で単独行動にも慣れている。しばらく様子を見よう。わかったわよ。了解。リア、それじゃ僕たちも行動開始だ。敵に気づかれないよう合流地点を目指そう。カイ、いやリナ、俺もお前を信じるぜ。信じる信じないはあなた次第。とりあえずここまで行こう。どうなんだろう。僕ならやれる。クロードで行ってまおう。 D4 見て、倉庫に番号が書かれてる。ここは A4 倉庫ね。 A4、 俺らが目指してんのは確か D2 倉庫だったよな。 D の食卓2倉庫です。ああ、ね、他の倉庫の位置からD2 倉庫の場所が推測できるかもしれない。倉庫の番号に注意して進もう。まあだろうとは思ってた。レイリー、見ててくれ。レイリー、なんでレイリー一人に言ってる。あにって書いてある。サーチライトだわ。
さすがに警戒が厳しいわね。あれに照らされちまったらアウトだ。一発で敵に発見されちまう。気をつけろよ、お前ら。了解。どうしたんだよ。ラズが真面目なこと言うなんて。変なものでも拾い食いしたのかしら。そうだね。様子が少しおかしい気がするな。なんでだよ。当たり前のこと言ったんだけど。敵発見。なぜ悪くないべ。敵だ。敵。貴様敵だな。ドダマ無事抜いてやるぜ。こっちだ。よし。味方がやられました。味方がやられましたって伏線入っちゃってるから大丈夫なんですか。そこにいるの。あーやばい、最悪。どういうことなんだよ。もう爆音で頭がパーン。すー、もう見つかったわ。やる気なくなるわ。もうだ。侵入された。今すぐ警報を鳴らせ。見つかった。ここまで警戒されては動きようがない。任務は。ふざけんな。なんで誰も動かない。最悪だ。いい作戦だったけどね。ラズの兄貴見ててくれ。水だからこっちに向けないといかんのです。みんな配置を考えて。配置して行きますよ。みんな配置、配置つけよう。お前ら、そこにいるのは分かってる。なんでね。後輩地につかないといかんのだ。そしたらミネルヴァは動く。ミネルヴァを動く。嫁さんが待ってるからね。今日は連邦の士官としてやられるわけにはいかん。かわす。ミネルヴァさん、かわす。行くぞ。よっしゃ、打ち抜いたわ。どうだ。バレてますね。いい腕だ。この作戦の勝率は53%です。頭が丸見えだぜ。ニガさん、確実に。かぁ、なぜしまった。あの野郎。この作戦の勝率は弾道の計算式は確実に。計算通りだ。なるほど。どこら辺が。今日は冷えるな。そんなところかな。いや、行動を開始する。このほどもっといけるだろう。必ずやり遂げる。クロードが進まない意味ねえんだ。まずい、無線の調子が。
かってる。サーチライトがうざいね。分かってるよ。敵だ。ちょっと助け。の野郎。教えてくれる。撃ち抜くぜ。よし、やったぜ。ベローンってなっちゃって。嫁さんが待ってるからね。今日は家族サービスで。よし、次だ。家族サービスできなくなったな。やってやる。なぜが行く。俺様一人でやってやる。チッ、スコープが曇ってきやがった。あ、こんなとこが。何も異常なし。よし、やってやる。俺様一人でやってやる。今だ、突撃する。よし、任せときな。さてどうするか。狙撃出しちゃおうかな。侵入して多分ここなんじゃないかなと思うんだけど。では始めよう。任せておきたまえ。どこまでだ。どこだ。どこに行きやがった。あー、戻ってきた。普通に行けたね。さあ、足回りがいかれた。今です。想定に急ぐ。逃がすな。撃て撃て。撃ちます。撃ちかわします。せよ。どうかな。よし、倒した。どっから撃ってきたのよ。うざ。では始めよう。あの野郎、この野郎。よし、だ。弾はまだ残っている。やった。悪くない結果だ。たまがった。できるな。
そこは射程だ。ちょふざけるんじゃない。僕ならやれる。できるできる。俺ならできるできる。可能。よし。当たり。よし、次だ。次は。あだだ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 だ。D の1って書いてある。ここは D の1か。さあどうしようかな。ミネルヴァさんの上登ってあのマシンガン野郎を倒すか。そうでもないと無理だわ。動きの鈍い敵がいるぞ。狙え。お前が終わりなんだぜ。どうでんぶち抜くぜ。なんて腕前だ。よし行こう。やばい。兄貴、見ててくれ。敵発見。敵いるんだよね。寒さで縮こまってるぜ。ぶちのめす。行くぜ。よし。よっしゃ。近づく者は撃ち殺します。僕ならやれる。撃つぞ撃つぞ。これでも食らえ。でクロイヨガル。よし逃げるぜ。やっぱりここはいけねえな。そういう気で撃てない。できるかな。いけるな。やつを狙う。ごめんなさい。よし、行った。やられたか。あいつがいるな。狙い撃つぜ。ここいいね。あー当たるかな。ごめんなさい。当たった。よし。やられたか。などこか。僕ならやれる。ロドユ。あっと危ない。おかしい。嫁さんが待ってるからね。おかしい。あーちょっとそれはなし。敵を発見。みんなを助けるんだ。
早く交代の時間にならないかな。裏からや行けないよね。そう、このままでは動けない。ここは行けないし。などこか。くっ、くそ。ああ。この作戦の勝率は任せておきたまえな。吐く息で位置が回るわけだ。行くぜ。一時撤退する。黒いな。弾道の計算式は当てる。くっ。もう一回だ。では始めよう。これが外れても狙撃する。当てる。この野郎。よし、計算通りだ。なるほど、いい腕だ。次で決める。いやマジで次で決めないとやばいな。僕ならやれる。一旦その、あ、来てる。通り過ぎの行きの、ここで待ちの、いけー。嫁さんが待ってるからね。グロード。あー、ちょっとね、ふざけんなお前。寒さで我慢比べしてみるか。よし、くるいな。よし、味方がやられました。僕ならやれる。でこんな角張ったとこにあんの。 D2 あるじゃない。よっしゃ、あれ終わったよ。あ、ここだ。間違いない、 D2 倉庫だ。倉庫内に物資を確認、急いで運び出そう。これで全部かい。いやはや、大量大量。それでカイは結局あれから姿を見てないけど。物資は積み込んだし、あとは引き上げるだけよ。早く合流しないと。カイの身に何かあったのか。あの時後を追うべきだったのか。まさかこんなことになるとは。くそ、何してやがんだあいつ。ラズ待ってくれ、僕も行く。え、ちょ待ちなさいよ二人とも。どうすりゃいいんだこれ。指示しなさいよグロード君。S 4ターンの5ターン以内かな、わからんけど。先ほどは見事な活躍でした。ああ、なんだそれ。見るちょっと時間がありますので。その通信は連邦のものだな。応答しなくていいのか兄貴。兄さんには関係ない。ずいぶんな言いようだ。そんなことよりも答えて。私はそのためにここにいるの。
言っただろう。三番艦の撃沈は事故だ。沈めるつもりなどなかった。お前の艦への攻撃も俺が指示したわけではない。未熟なバルキュリアの暴走だ。だがあれでお前にも分かっただろう。あれはあってはならない。人の手に余る危険で残酷な兵器なのだと。だから俺は。私の質問はまだ終わっていない。この通信機は艦に収容した帝国の避難民、いや、それに紛れた工作員に渡されたもの。これを私に渡すためだけに村を襲撃して民間人を私たちの艦に追い立てたの。保護した避難民から全部聞いた。襲撃で命を落とした人が何人もいた。子供も老人も妊婦だっていたって。兄さんはそれを分かっていて、それでも命令を下したの。ああ、些細な犠牲だ。戦場で命を懸けて戦うのは兵士ばかりではない。お前も散々見てきただろう。大義をなすために犠牲はつきものだ。誰かがやらなければ悲劇は繰り返される。大切なのはやり遂げることだ。それが尊い犠牲に報いることになる。同じようなことをクロードも言っていた。自分たちが成し遂げなければ悲劇は続く。だから信じて前に進もうって。そうか。立場は違えど俺も奴も同じ。いいえ違う。同じようでまるで違うの。クロードは、E小隊のみんなは、自分たちがどれだけ辛い思いをしても、どんな犠牲が出たとしても、誰かのために自分たちが前に進もうって言ったの。大義のために罪もない人たちを踏みにじる兄さんとは全く違う。俺の目的はクロードのように小さなものではない。がっかりだ。お前だけは俺の味方だと思っていたよ。味方だよ。たった一人の家族だから。だから信じて協力してきた。だけど兄さんは変わってしまった。戦争に変えられてしまった。力を利用するために帝国に入ったはずなのに、兄さんは帝国そのものになってしまった。残忍で身勝手で人の命をもてあそんで、そうして戦争の悲劇を生み続ける。今のあなたに平和を願う気持ちなんてない。あるのは歪んだ欲望だけよ。そんなことを言うために俺をわざわざ呼び出したのか。ええ、そうよ。私はもうあなたに従わない。でどうするんだ。俺と離れてこれから決まってる。仲間と一緒に帝国と兄さんと戦う。ふ仲間か。その仲間を裏切っていたのは誰だったか。お前はスパイだった。それは紛れもなくお前の意志であり真実。黙れ。代表用に沈んだ何百もの連邦兵、誰のせいだ。その罪はそんな心変わりで許されるものか。いや、それよりもお前は自分自身を許せるのか。許せはしない。抱えたまま前に進む。できるものかお前に。カイ、何をして。みんなバレちまったな。おい、ずいぶん立派になったな、弱虫クロード。カイ、
なぜ、お前は相変わらずだな。懐かしいよ。それにレイリー・ミラー、俺たちの高嶺の花、一目見てわかったよ。それはどうも。カイ、なぜあんたがこんなところにいる？なんで帝国の服を着てるんだ？今はカイではなくフォルセと名乗っている。帝国軍の将校だ。帝国だと？それじゃ直接ではないが、お前たちとはすでに戦場で再会を果たしている。気づかなかったのか、クロード。だとすれば期待したほどは成長していないな。ちょっと待ってよ。カイってあのカイでしょ？本物の方の。帝国軍にいるって連邦が仕掛けたスパイってこと？すごいじゃない。敵軍に潜入して将校まで上り詰めるなんて。やはりレイリー、君は育ちが違うね。俺はスパイじゃない。そっちには俺の仕掛けた元スパイがいるがね。はあ？意味がわからないんだけど。いいか、よく聞け。俺は俺の意志で帝国に属し戦っている。力を得て大義をなす。全ては世界の歪みを正すためだ。カイ、クロード、戦争はもはや国同士が領土や資源をめぐって争うものではない。戦争というシステム、それ自体が人の生存欲求や闘争本能の域を超えて人類の狂気を発現する一つの文明へと進化してしまった。俺はその歪みを、狂気を必ず止めてみせる。クロード、真実を知りたいのなら共に来い。戦いから感じたよ。お前は有能な指揮官だ。いつでも喜んで迎え入れよう。僕は、待て、待ちやがれ、カイ！帝国兵が来た。撤収だ。撤収、撤収。撃たれてる。だよ。はい。カイ裏切ったな。俺が最初そういうこと思ったんだけど、やっぱダメか。始まったよ。ダメだな、あいつ。始まったよ。きっかけを与え、さっさと帰れ。これから徐々に思い出すわ。あなたの力で、あなたをめぐって、これからどれだけ血が流れることになるか。ブルキュリア人なんだね、やっぱ。血ブラッド、ラグナザブラッドイッチになっちゃうよ。ラグナ、今のレイリー。あれれ、あら、お友達ね。彼女も傷ついてしまうかも。そんなの嫌だ。なら帰りなさい。あなたを選んでくれた人のいる場所へ。そしてそこで、そこで行きなさい。なんなのよ、早く。うん、また会おうね。敵だから。ええ、きっと敵同士じゃな。クライマリア様。何ビビってんだお前は。何か。こちらに連邦兵が来ませんでしたか？追跡してきたのですが見失い。私が始末した。塵も残さず溶けてしまったわ。いやなんだよ、アンチ。味方じゃん。
こんな時代でどう生きていけばいいのかしらね。誰を、何を信じれば。セルベリアセルベリアを信じろ。で、あれもダメだ。よし、全員揃ったな。ずっとさ、帰りましょう。待て、ラグナがいない。ラグナ君、何？アザマとやり合って。あの子が持ち場を離れるなんて、何かあったのかしら。ラグナ。ラグナ。あれはアンジェ？どうしてここに？話は後だ。今は急ぎ撤退する。よし、発進するぜ。しっかり捕まり、しっかり捕ま早っ。というわけで今回はこの辺にしとこう。ちょうど半分ページ終わったところで終わりです。それでは次はこれをやっていくぜ。しばらく見るゲーかもな。はい、それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。